雪麹のゆっこです。ミックスきのこ麹の作り方ご紹介します。こちらのチャンネルでは発酵食品麹の調味料、使い方などお伝えしております。よかったらチャンネル登録お願いいたします。材料ですが、お好みのきのこ 150g、しめじとかえのき、まいたけ、しいたけ、いろいろ使ってください。えのきやしめじなど軸があるものは取り除き、食べやすい大きさにカットしていきます。椎茸麹は蒸し煮をしましたが、今回は電子レンジで加熱をしていきます。耐熱性容器に刻んだキノコたちをラップをして、電子レンジに入れていきます。500ワットから600ワットで約5分加熱してください。取り出す時の火傷に注意してくださいね。キノコから水分が出てきて、いい香りがしていれば大丈夫です。キノコの粗熱を取っていきます。今回はヨーグルトメーカー、後で炊飯器でもご紹介していきます。常温での発酵は椎茸麹を見てください。塩麹を作る要領で米麹とお塩を混ぜていきます。水を入れて塩を溶かす感じで混ぜていきます。粗熱を取ったミックスキノコを塩麹の素に入れて全体を混ぜ、55度から58度で8時間保温してください。ヨーグルトメーカーのメリットは一晩でできるのがやっぱりいいですね。温度も安定してほったらかしでもできるのが、すごく便利です。定期的にね、塩麹など作りたい方はおすすめです。はい、それではお次に炊飯器での作り方をご紹介します。一度にたくさん作りたい方は必見です。ヨーグルトメーカーはないけどできますよ。耐熱性の保存袋にミックスキノコたちを入れていきます。キノコたちはみじん切りにしたり小さくカットしたりするのもいいんですけれども、手でね簡単に割くことができて、それが結構ね食べ応えを残したい時にすごくいいかなって思いました。電子レンジで 5,600 ワットで約5分加熱していきます。キノコは基本的に火を通さなければ食べられません。生で食べると食中毒やアレルギーなど引き起こす可能性があるので気をつけてください。あと取り出す時の火傷に注意してください。電子レンジから取り出したら、粗熱は必ず取ってください。ミックスキノコに米麹と自然塩とお水を加えてよく混ぜていきます。耐熱袋の端っこの方に米麹やお塩が固まっているので、気をつけて一緒に混ぜてください。炊飯器のお釜の中に65度ぐらいのお湯を入れて、その中にキノコ麹の袋を入れていきます。炊飯器の保温機能のボタンを押してください。蓋を開けておいて、濡れ布巾をお釜にかけておきます。8時間ほど保温するとできています。もしお釜の温度が高すぎるときは、スイッチを一度切って温度を下げてください。そうすると出来上がっていきます。いろいろなキノコがゴロゴロと入っているので、おかずのような調味料になります。ミックスキノコ麹を使って鮭のホイル焼きです。生鮭や白身魚がおすすめです。アルミホイルを引いて生鮭を乗せ、キノコ麹を鮭につけていきます。今回使ったキノコは、しめじ、えのき、まいたけなどですが、胃を丈夫にして食欲増進、高血圧や動脈硬化も予防します。前の動画で椎茸麹を出しましたが、椎茸麹は出汁として使うのがとてもおすすめです。ミックスキノコ麹はおかず感覚でとても使いやすいです。キノコのエキスが凝縮されているので、塩麹だけよりも旨味成分が濃く出ているような気がします。鮭一切れに対してキノコ麹は、麹だけで言うと小さじ1ぐらいで、キノコも乗せると大さじ1ぐらいの分量になります。好きな具材を乗せてアルミホイルで包んでいきます。鮭の出汁も出てくるので、隙間を空けないようにしっかりと包んでいきます。お魚に塩麹などを使うときはちょっと注意が必要で、お魚の持っている塩分がもともとあるので、あまり塩麹などを乗せすぎてしまうと塩辛くなってしまうので、ちょっと注意してください。フライパンで蒸し焼きしていきます。弱火から中火で10分ぐらい。トースターなら230度で10分から15分ぐらいでできます。大量に作ってもあっという間になくなってしまうミックスキノコ麹なので、よかったらぜひ皆様もやってみてください。今回も最後まで見てくださり本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録やいいねボタンで応援よろしくお願いします。また皆様のコメントや質問などもとても嬉しく、お答えできればと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。最後までありがとうございました。